裏切り者の汚名を着せられ、誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当の火影であると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だがそれはイタチ自身が否定し、ナルトに伝えたことでもあった。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。過去の迷いは断ち切り一新する。お前を切るのをはじめとしてな。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前なら弟を止められる。絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷で、ナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにおかげだってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのか、まるで分かってね。これでどうなってばよ。これでどうなってばよ。お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。これでどうなってばよ。ナメの手使い。全部過去の人たちから学んできた。第7杯や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいい。分かった。無駄な抵抗してやる。さくらちゃんと約束したからお前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。二重玉。ああ、これでどうなってばよ。お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。これでどうなってばよ。雨の手順。これでどうなってばよ。こっちだ。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺と鞍馬でお前を止める。
史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん助けを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか？違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していたもの、憎しみに包まれたもの、他里を拒んでいたものも、痛みを抱えていたものもだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとかっこ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトさん。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。雄たけびを上げろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。しつこいんだよ。
さっさと切られやがれ。てめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。さっさとつながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前は、サスケ、好きやぞ。お前も知ってんだろ、俺が昔里のみんなに嫌われてたって。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。俺はいつも一人だったけど、同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはダメだ。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が繋がりを持てた。第7巻で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。なんなんだここは。てめえは一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？昔から変わらないお前のその態度が。憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さねえけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ。なんでそこまでして俺に。俺たちはやってできたつながりなんだ。だから、俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったら、そのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。
お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。よっしゃ。お前は何しやがる。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前はあ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって。見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。って何言ってんだ俺。バカバカバカ。勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる？これ以上同じこと言わせんな。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うっすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。そして月日は流れる。己の人道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。歴史の礎、その修復はなった。礎の書は現世を救う鍵となる。よくぞ大役を果たした伝説の三人、ジライアよ。歴史を紡いだ者にこそ分かることがある。黎明に始まり、過去をつなぎ、そして現在を作る者がいる。すなわち忍びの歴史とは、かの者を核とした物語とも言えよう。さあ、仕上げの時だ。名を記すがよい。己が胸に秘める心のままの名を